ガンプラ制作動画を投稿しています、ガンプラ団です。で今回はバンシーの背中のパーツですね、ランドセルのパーツを制作していきたいと思います。今こちらに並んでいるのが、ランドセルのパーツですけれども、この部分がサイコフレームのパーツですね。で、あとはまあ、こちらが外装のパーツで、あと、まあ、バーニャが4つついてますね、このすごくちっちゃなパーツなんですけれども、バーニャのパーツが4つついてます。で一応色の方なんですけれども、まあ、サイコフレームこちらの部分は、まあ、胸の部分と同じようにこちらの、クリアオレンジですね、このクリアオレンジで塗装したいと思います。であとは、まあ基本的には墨入れという形になるんですけれども、あとこの4つのちっちゃなバーニアのパーツですね、バーニアのパーツに関しては、前回ユニコーンガンダムを作った時と同じようにこの、アルミシルバーのカラースプレーで塗装したいと思います。じゃ早速作業に入りたいと思うので、まずはこのサイコフレームの塗装から、やっていきたいと思います。結構ムラが出ても、まあ、サイコフレームなんで、まあ、味が出るかなと思ってちょっと雑に塗ってます。このサイコフレームに関しては、このパーツですね、これを上からかぶせるような感じなので、まあ、ほとんど隠れてしまうんでですね、まあ、露出するのはもう この部分ですね、今こう塗ってるこの部分ぐらいなので、そんなにはこう綺麗には塗らなくても大丈夫と思います。でこんな感じに塗り終わりました。まだ全然乾いてないのでこのまま、乾燥させたいと思います。あとはこちらの残りのパーツですね、まあ、この墨入れ塗料で、墨入れをやっていきたいと思います。こちらのパーツ墨入れ終わって、あと艶消しスプレーもかけました。でちょバーニアのところも、銀色に塗装して、こちらですね、墨入れまで終わってます。なので、次は、こちらのウェザリングマスターですね、こちらを使ってこの、まあ、主に黒い部分ですね、この黒い部分のパーツに着色していきたいと思います。それではウェザリングマスターでの着色まで済みましたので組み立てていきたいと思います。まずはこのサイコフレームのパーツをこの、まあ、外装の部分で挟み込むような形になりますね。でサイコフレームのパーツは大部分がこう隠れてしまうような感じになります。次はこの、まあ、バーニアをですね、このサイコフレームの、突起の部分にこう差し込んでいくような形になります。あとはどんどん残りのパーツを差し込んでいきたいと思います。あとユニコーンガンダムを作っている時にちょっとコメントで教えていただいたんですけども、まあ、ビームサーベルをここにくっつけるんですけども、この部分が非常にちょっと折れやすいということなんで、ビームサーベルのところは、まあ、ちょっとこうあまり力を入れずに慎重にやっていきたいと思います。さあ、バンシーのランドセルのパーツ完成しました。
じで、まあ、バージーの背中の部分のパーツ完成させることができたんですけども、やっぱりこうバーニアをこうアルミシルバーで塗装するとなんかいい感じになりますね。まあ、ガンダムの背中のパーツって結構暗めの色だったりするので、そこにこうワンポイントこうシルバーですね、これは今アルミシルバーで塗装したんですけども、こういうこうちょっと明るめの金属色が入るとちょっと色のバランス的にもいいなと思いますし、こうちょっとリアルな感じも出て非常にいいなと思ってます。今後もなんかバーニアはちょっとシルバーとか、まあ、あとはまあ金とかですね、そういった色でちょっと塗っていくのもいいかなと思ってます。次回はですね、バンシーの頭の部分のパーツの製作に入りたいと思います。